私はロロナって言います。錬金術師です。元はアーランドっていう場所に住んでたんですけど、周りがピカーって光ったと思ったら、こっちの世界に来ちゃってたってことか。人生何があるかわからないね。事実は小説よりきなりってね。あのロロナさんは錬金術師ということですが、やはりどこかの学校に通われているのですか？学校？ああ、ここはアカデミーっていう学校なんだ。錬金術とか魔法とかいろんなことを教えてもらえるの。へえ、錬金術の学校なんて私の世界にはなかったな。成り行きで師匠にアトリエを押し付けられて、どうにかこうにかやってるっていうか。アトリエ？すっごい！ロロナその年でアトリエを持ってるの？え？あ、はい、一応。でも結果を残さないと潰されちゃうっていう状況なんですけどね。そうだったのね。そんな大変な時に巻き込んじゃってごめんなさい。なんとかして帰る方法が見つかればいいんだけど、今すぐはちょっと無理そうなの。というわけだから、そのしばらくここで暮らしてもらうことになるかも。ああ、気にしないでください。別の世界に来られるなんてめったにない機会だし、それにアトリエのことは師匠がどうにかしてくれてるかもしれないし、本気を出せばすっごいんですよ私の師匠。まあめったに出してくれないんですけど。とにかくこうなったのも何かの縁よね。これからよろしくねロロナ。よろしく。あ、はい、こちらこそよろしくお願いします。どうしよう、このままじゃいけないよね。絶対ダメ。ロロナさん、どうかしたんですか？ずいぶんと大きな独り言ですけど。聞かれてた。あ、実はその錬金術の腕が鈍ってないか心配になっちゃって、最近アカデミーで遊んでばっかりで全然調合してないから。まあそうね、ロロナ私たちよりアカデミーでの生活を楽しんでるもんね。おやつ食べたりお昼寝したり、妖精と同じぐらい自由な人ってあんまり見ないな。とにかくこのままじゃあんまり良くないと思うんです。調合の練習をしたいので、私に錬金術の材料を分けてもらえませんか？いいんじゃない、別世界の錬金術を見るのもいい勉強になるかもよ。そうだね、それじゃここはロロナのために一肌脱ぐとしましょうか。クエストクリア。これだけあればいいと。
道具が作れそう。ありがとうございます。早速釜をお借りしますね。よし、頑張るぞ。まずは材料をぼちゃぼちゃっと入れて、ガッと火をつけて。なるほど、あれが別世界の錬金術か。よく見ておくんだぞ。あ、先生まで見に来てる。やっぱりみんなロロナの錬金術に興味あるんだね。材料がすりとなく馴染んだら、あとはゴールゴールってかき混ぜて。あのベルガモット先生、ロロナさんの調合気温が多い気がするんですけど、実はあれ錬金術の専門用語だったりするんですか？そんなわけないだろう。だが、よし、できた。よかった、そんなに鈍ってなかったみたい。うわ、なんだあの出来、あの年であれだけの錬金術を。私なんだか自信なくなってきちゃった。天才っていうものなのね。うえー、いつの間にかいろんな人に見られてる。ぐるぐる、いいえ、違います。ゴールゴールです。ぐるぐるじゃなくてゴールゴール。うん、これが別世界の錬金術か。なかなか侮れないな。面白い。私も今度擬音と共に調合してみるとするか。